ふん、殴りがいがありそうだな、てめえ。上等だ、俺の雷撃陣、たっぷり味わいな。ちゃんと受けないと死ぬぜ。来てんの雷撃陣。犬でしょ。頑張れ、してんの。えっ、ない、俺の髪。気配薬と小狐野郎、そこか。この雨、俺から逃げられると思ったのか。ほれ、お前の好きな髪の毛じゃ。あ、女が、てめえ狐か。どの敵、撃たせてもらう。かめ。口ほどにもね。見ろよ、満天、この汎用野郎、腰抜かしちまったぜ。いや、くそ、やめろ。うるせえ。まったく、俺もそれほどいいやつじゃねえけどよ。絶対に許さねえからな。弟の恨み、思い知れ。イニエシャ様、鉄サイガの鞘を使いなされ。鉄サイガの鞘だと必ずやる。うわっ、シャラクセ。生すぎるにされていくオラも力を貸す。ありがとう、スパちゃん。今だ、バカか、お前は。無茶じゃ。この方がいいぜ。今さっきバカ呼ばわりしてなかった？終わりだよ。デスタイナをイニエシャに渡さないと。よし、オラが。弟の技も使えんのか。あぶねえ、逃げろ。許さねえ。デスタイナ。この俺が。よし、おめえ、てめえ逃げる気か。このままじゃ出席日数だって足りなくなっちゃうだろうし。いや、おめえは向こうの変な国へ行けなくなるんだろ。ぶっ壊してやる。じいちゃん、本当に聞くの、そんな祈祷。聞く、このよし、やっとつい。どうしたの、ブヨ、変なくしゃみして。おはよう。カゴメ、今度はぎっくり腰だって。その前は糖尿病の検査入院だ。日暮らしん、若いのに大変だな。痛風できないけどさ、これイヌヤシャ、ゴロゴロ。そうか、ごめんの野郎、早く帰ってきやがれ、ぶん殴ってやる。何事だ。
こやつ先祖代にこんなにまで強力なパワーを持っておったとは。体こいつの目的は生身の肉体だ。塚本は内部か。気をつけろ、床に穴があるぞ。止まれ。本庁に連絡を。暴走者だ。次のニュースです。暴走している。体が朽ちる、朽ちていく。あとあと少し、シコンのかけらがあれば。カゾメ、怪我はねえか？ただいま、じいちゃん。カゴメのやつ寝込んじゃってね。やろう。じゃあ、これで。はい、さようなら、元気でね。私が隠し井戸を通って戦国時代に行き来してることは、家族しか信じてもらえないだろうな。ハガネバチの蜜蝋にお任せあれ。ビローン、つまらんぞ。あれは幼子の魂から生じた妖怪でな、新たに死んだ子供たちが丈夫。なんで私があんたの友達のお見舞いに付き合わない。はぁ、ソータ君、いつもありがとう。また失敗しちゃったよ。その半年前の火事で死んでるんだよ、サトル君のお姉ちゃんが。危ない。バカ。玉沈めの笛を吹きながら子供が成仏するまで見守ってやるんじゃ。あの日は、あそこはサトルの部屋。マユちゃん、クマフト、俺は霊の扱い方なんか知らねえ。おめえがやるんだぜ。あそこだろ、なんか危なっかしいことになってるぜ。これだから怖いもの知らずが一番怖えってんだ。光？あ、どこなの？
のその浴衣かわいい。おか